大谷翔平の私生活、スポンサーで無料になってしまう。ザバスの製品を毎食食べる。怪我をしたらバンテリン。私服はヒューゴボス。時計は成功。メガネサングラスはオークリー。デサントの野球道具。ニューバランスのシューズ。三菱 UFJ で口座開設。車はポルシェ。移動はゲルの飛行機。ポルシェってガソリンいらんねんな。スポンサー生活ええやん。株主優待みたいや。ザバスってたくさん栄養食あるやろ。燃料費は経費計上やろ。怪我をしたらバンテリンだけリスク高すぎ。仮に全部お金がかかったとしても、大谷の収入からしたら、スズメの涙やろ。みんな大谷大好き人間すぎて好き。英雄というか神だろ。誇張なしで日本の偉人、メジャーのチームメイトが、大谷翔平は野球とゲームと漫画にしか興味がない体の大きな子供って言ってて納得した。やっぱ本当に上に行ける人って人として出来上がってる人なんだろうな。これも大谷から、これやりてえからスポンサーやってくれよって言っても通るよな。広告、営業部大歓喜で通るやろうな。大人になったらどんな人になりたいという項目があって大谷が書いた内容は、普通の大人になりたい。こんな生きる伝説をリアルタイムで見れてることに感謝。今の大谷なら何でも夢叶えそう。貯金額が50兆とかでも、まあ大谷だし。って納得できそう。俺、大谷やけど借金あって、大谷に申し訳ない。年俸のこと野球通知表くらいに思ってそう。40億株買っとけば、配当 4% でも税引き後、年 1.2 億以上入ってくるとかもうわけわからんな。暴落のリスクがあるが、仮に40億の株が紙くずになっても、大谷ならかすり傷で済むのが、翔平。1万貸してくれ。大谷はなんかコンビニのおにぎり食ってそうな雰囲気がある。両手に持ってもっきゅもっきゅしてそう。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。